ですね。1ヶ月半ぶりぐらいかな？え？聞いてる？いや、聞いてるよ。なんか続くかなと思って待ってたのに。相づちがないから、相づちがないからさ、ちょっと。コミュニケーション、はいはい、コミュニケーション。1ヶ月半ぶりぐらいにさ、うん。隣の部屋、人来ました。で、僕、知らなかったんですけど。いなかった。隣の人がいつの間にかに消えたこと。僕もなんかいつの間にか消えてって、消えてて出てこないね。なんか僕がやったみたいになるから。なんか引っ越してるみたいで、郵便物も溜まってて、うんうんうん。なんかね、またいつの間にか自転車が溜まってて、植木鉢もめちゃめちゃ増えてて。あらららら。で、なんかね、いつの間にかインターホンで多分挨拶来てくださってて。え、それは、伝えなかった。マジで外出中に来てくれてたみたいで。ああ、え、行ったの？行ってない、まだ。来なさいよ。え、なんか、本当に隣の人がわかるんじゃん。僕、インターホンの画像しか見てないから、言っても。ああ、大丈夫そうでした。大丈夫そうな方っていうのも失礼です。隣の人だとしたら大丈夫そう。ああ、よかったよかった。大丈夫っていうか、普通に優しそうだね。はい、ご婦人方が。はい、方ご婦人方。おば、え、なんて言うんだ、お姉様が。いらっしゃってたんですけど。女性がね。女性が、はい、いらっしゃってたんですけど。うんうん、まだその人はね、はいはい、隣の人とは確定できてるわけじゃないから。これで隣行ったらなんかめちゃくちゃ墨が入った。そうそうそう。なんか事務所になってたらね、そう。ゼロじゃないから。あり得る。あり得る。だから僕から行くっていうのはちょっとね、まだ怖いんだけど。はい。まあそういうことでね、ちょっと、収録部屋、変えました。もう。まあ、面してましたからね。うん、なんか、そう。さすがにちょっともう、ダメかなって思って。怒られたわけじゃない。怒られたわけじゃない、これは。そう。前のご家族の時は、でも何も言われてなかった方がおかしいと思いますけどね。そう、けど、ちょっとなんか、急に怖くなってきちゃって。ああ、冷静だ。ということでね、面してない部屋があるんで、どこにも。寝室ですね。奇跡的にどこにも面してない部屋があるんで。はいはい、はい。はい、その寝室でね、僕今ドラムセットの椅子に座って撮ることにしました。すごい収録体勢よ。もう寝れる、すぐ、マジで、横で。いいなぁ、私も寝たいなぁ。セミダブルベッドで。寝ながら収録できるようなね、とこにしてるんで、ちょっとね、響き方とか変わってるかもしれないですけど。はい。でも逆に言えばね、本気のクールポコできるかもしれない。あー、何回だっけなぁ。だいぶ、一桁じゃない、あれ。8とかだと思うんだけど。本気のクールポコしてるけど、ね、そう。あれね、だから、二人、前の人が隣の部屋にいるとき。だから、隣の部屋結構ね、うんうん、早いのよ。コロコロ。コロコロ変わってる。で、今の隣の部屋ね、犬がいんのよ。ご婦人らしき人が犬を飼ってると。そう。めちゃめちゃ吠えるけど、僕、全然犬の吠え大好きだからいいんだけど。犬大好きだから。そう。なんか、犬を起こすのが申し訳なくなって、なんかもう、逆に。人よりも。崇拝してる犬。それもあってね、ちょっと部屋変えようかなって感じ。だから ね、結構吠えちゃうワンコちゃんみたいなんでね、犬の吠えとか入ってたらごめんなさいって感じ。僕が飼ってるわけじゃないよってことはとりあえず。本当に。これも、メッセージです、全部。え？骨ゴーリさんの嘘で。え？じゃ、実はもうね、101匹ワンちゃんみたいな状態になって、1階が。さすがにね、50平米ぐらいとはいえ、101匹はやばい。いやー、101匹トイプードルならどうにかなりそうじゃん。小型犬舐めてるから。トイプードル舐めてるだろ、完全に。いや、ちょっと、確かに。チワワよりちょいデカだから、ね。あー、確かにね。そう。ティーカッププードルだな、ワンちゃんね。何ティーカッププードルって。ちょっと、ダメじゃないって思うよね。あれ、人の罪を表してるんだな。なんか、ね、ティーカップ。ティーカップってそう、ティーカップを生み出した側に合わせてるじゃん、サイズって思う。ちょ、怖すぎる。この話やめましょう。なんか、怖くなってきたね。なんか、配合とかの話になってくるからね。うん。ということで、今週はもう怒りですね。もう、もうぬるっといこう。もう怒りです。ちょっと。怒りです。怒りだよ、おいおい、怒りだ、ごめん、おい。先週なんかさ、エコーのあれ入れてなかったよね。うん、え、毎週入れないといけない？僕、全然毎週入れてないですよ、あれ。あれ、ほんと？なんか、やっぱり、印象ある回が、行こう、行こう。エコー入ってるから。え、そうそう。一回も怒り、エコー入れてないですよ。え、嘘？声、でかすぎて、多分、部屋響いてるだけじゃん。あー、ちょっと、私の耳か頭が怒りポンチだったってことにしてください。じゃあ、そういうことでね、今週も怒り、目標だからね、もう。行ってこう、行ってこう。だし。はい。じゃんけんですよ。じゃんけん。勝った方？今日は負けから。負けからね、はい。負けないといけないんだ。負けた方がいい？そういうわけでもないか。どっちでもよくない？順番、そんな大事です。わかりました。はい。わかりました。いきますよ。最初はグー。じゃんけんグー。チョキ。あ、負けた。勝った、初めて。いや、でも違う。まあ、そうだね。よし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 よ
はい。ということで、じゃあ私の怒りなんですけど、うん、企業に対して怒ってるんですけど、これ名前出していいのかな？まあ、適時 P はかけますよ。日本コカ・コーラ社に怒ってるんですけど。日本コカ・コーラ社への怒りはいいよね。P 入れなくてもいいと思うよ。まあ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 、内容にもよるよ。私が怒ってるのはですね、うん、飲食店にだけ卸してる飲料を小売りにも卸しませんかという怒りですね。え？そんなもんあった？これね、あるんですよ。え、だってさ、あ、分かれました？ファンタのレモンとか？その通り。すごくない？え、すごくない今の。2個あげるとしたら。マジで知らないのにすごくないこれ。1個はファンタのレモンです。うん。で、2個目が、クーの白ぶどう、うん。あるね。あります、あります。この二つ、私めちゃくちゃ好きなんですよ。ガストのドリンクバー。そう。とか、マック。マックね、あるね。そう。あとね、ディズニーにも卸してるんですね、これ。へー。なんですけど、うん、ファンタのレモンは、CC レモンよりも甘ったるくないのに、うん、飲みやすくて、ファンタの中で飲んだら一番うまい。さっぱりしてるよね、結構ね。そうなんですよ。カラオケで飲みたい。そう、あるね。あるあるある。そうそう。ただ、クーの白ぶどうもカラオケとかにあったり、僕はマックでいつもこれなんですけど、うん、クーって、例えばオレンジジュースとかで比較するときに、うん、結構薄くて飲みやすいのが特徴だと思うんですよ。そうね。クーって。そうね。でもそれが白ぶどうでも、うん。なっちゃんとかでもさ、オレンジよりは、うんうんうん、オレンジでも、こう、なっちゃんよりはさっぱりしてるみたいな。そうなんですよね。で、白ぶどうもそんな感じで、他にライバルいないから、めちゃくちゃオンリーワンとして飲みやすくて、白ぶどうのジュースってあんまないじゃないですか。僕飲んだことないな、白ぶどう。マスカットってこと？そうですね。近いの。はいはいはい、はい。なので、それがすごく好きなんですけど、うん、いかんせん、こう、飲食店でしか頼めない。うん。調べても出てこない。そうだね、見ないね。もうこれ本当に、一回ファンタは、うん、プレミアシリーズっていう、超なんかおしゃれな、ちょっとしか入ってない、高えやつ、ね。で、プレミアレモンっていうのが一回出たんですけど、違うね、味が。濃すぎるもんね、あれは。こう、なんだろうね、レモンそのまま、みたいな、こう全面的に押し出してて、はい、違うよ、そういうことじゃないよって言いたいんだけど。あれをね。そう。だからさ、ちょっとこれ、どうにかなんないのかね。法人に現役でしか売ってないんだろうね、マジで。いや、そう。なんでだろうと思って。氷で立つ見込みがないなら、法人も切れよって思うし。絶対さ、結構売れてる方だよね、ドリンクバーの中で。うん。結構、だあると思いますね。マックで食うの白ぶどう好きっていう話、結構根強く聞くので。気球、気球。気球よ。気球、気球。気球でしょだからこれは、比較的落ち着いた真っ当な怒りとして要望を出したい。ああ、これは社名出した方がいいね、むしろね。そう。日本コカ・コーラ社さん、お願いです。飲みたいのです。頼むよ。そう思うと今急にレモンの口になってきたな。さっぱりとしたレモン。ファンタのレモン、マジでうまいよね。うまいよね。けど、飲めねえ。なるほど。ありがとうございます、はい。こんな感じです。確かに。唯一無二だもんな、あれ。僕ね。はい。僕、この間さ、あなたにもチラッと言ったけど思うけど。はい。キャッチ路上の。うんうんうん。まあ、キャッチという行為に関してはもう今更言いませんわ。まあ、ついてったら、だいたいぼったくりとか言うけど。ここまで来たらついてく方に問題あるもんね。そう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 。はいはいはい。まあ、それ、キャッチの行為はいいとしてよ。うん。なんでマスクせんのあいつらだけ。あ、ね、言ってたね。そう。なんか、すごくない？その、まあ、マスクをするしないに関してはもう今ちょっと置いといて、しない派の人がいるとしてもね。はいはいはい。その、客商売じゃん言っちゃえば。うん。その、話しかける相手大体マスクしてるわけじゃん。うん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 。もう、顎にもしてない人いるじゃん。なんならキャッチ。もう元からもうつけてませんよっていう人ね。どういう目的あれ？なんか、キャッチって、うん、なんか僕2種類いると思ってて、うん、マスクつけてない人の中にね。はいはい。で、1種類は、うん、例えば、コーンカフェとか、うん、メイドカフェみたいな、うん、マスクがない顔を売りにして客引きをする。あ、ビジュアルね。全部見せてますって意味だね。そう。それを、うん、よし、足はともかくとして、まあ、これはわかるというか、まあ、やる理由がね。フェイスシールドでもしやとは思うけど、ね。それはそう。問題はさ、ね、うん、普通の居酒屋のさ、人たち。やからね。やからみたいな、ね。やからって言うな。やからじゃん、まあ、ゴリゴリピチピチのさ、ジーンズ履いてさ、前にさ、前掛けというかエプロンをしててさ、ね、お前がする必要ないよね、みたいな思うやつ。絶対あれ、店の直営の人間じゃないもんね、言ったらもん。いや、そう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 。
あ、だいたいずっとスマホを左手に持ってるよね。そうそう、持ってて、ね、なんかメモ帳とかも持って。あの人たちは良くないです。あれはなんでなの？あれはマスク嫌い。声届かないからとかじゃないよね、まさかね。まあ、届かないっていうよりかは、うん、あれ声を出して結構声張るから、それでマスクのそんなに環境が嫌になるというか。声かけんなよっていうか。それはもうキャッチ否定よ。ああ、ごめん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 。それはキャッチ否定よ。本当に、キャッチ自体にもムカついてきたもん、だんだん。ああ、でも、あれでもわかんのぼったくり店以外って。わかんない。ね、キャッチから来てる人っていんのか。だって、居酒屋なんて大体もう予約するじゃん、行っちゃえば。そうね。入れるかわからんし、って言ってね、いつも。このご時世だと、まあ、もう最近は緩くなってきてる部分ありますけど、うん、二次会とかってなあんまないですもんね。もう決まったとこ行って解散が多かったから。そうそうか、もうチェーンだもんね、行くとしても。例えば、取り木行ったりとかさ、うん。私も取り木ラブだから。そう、山ちゃん行ったりとか。うんうんうん。なんか、そう。もう逆にさ、マスクしてるキャッチの方が良くないとも思うよね。交換？そうそうそう、交換度っていうかさ、あ、ちゃんとしてるわってならんって思っちゃう、僕はね。なんか、キャッチの話だと、うん、僕はずっとその埼玉生まれ埼玉育ちなんであんまあれなんですけど、はい、地方の友達とかからよく話聞くのは、うんうん、なんか関東のキャッチっておとなしいってでも聞きますよ。あれじゃない？やっぱ、見張りのおじさんいるじゃん、たまに結構。そうですよね。あれのおかげだと思うんだよね。なんか地方のキャッチはめちゃくちゃついてくるっていう、やっぱ聞くから。いや、すごいよ。名古屋の、ね、やっぱそうなんだ西側。だから、そういう意味では、キャッチの数は多いけど、あんましつこくないのかな、みたいな、うん、東京とかは。あー。って思います。なんだろうね。人多すぎて、逆に移動した先にももう人いるみたいな感じかもね。ついてっても。ついてても。それ、キャッチの大名行列やりて、キャッチのリレー始まっちゃうからさ。50人くらい後ろにキャッチつけてさ、その中から一人選びたいと思う。一番後ろどうなってんだよ。メガホン持ってるなんか後ろに全然さ、野獣馬とかいるかも。全然何かわからない人たち。あの、テレビのロケかなっつって。あ、そうそうそう。あ、いいね。まあ、そういう怒りです。健康じゃない。不健康何口回んなすぎる、ちょっと夜だから。あんた営業でしょ？回して。すいません。僕、誰とも喋ってなさすぎても、すごいから。最近会議で言うことないから、ないですしか言ってないよ、最近。いや、もうちょっと電話とかしてて、一日分使ってるんだわ。あー、ごめんね。ちょっと、リソース8割割いて、ここに。いや、割きたい。仕事2割にして、もう。いや、確かに。ベロあんま回さずに。うんしか言わない。うんか、うん。やばい。マジで、マジでさ、それカレー屋でしか許されないから。あ、何のおかわりに対してね。そうそう、うん。あるよ。なるほど。はい。よし。ということで、で今回の怒りは二人とも落ち着いた怒りだったんで。もっとすごいの貯めてくる？いや、ちょっとそういう、ハードルだけ上げないでよ。わかりました。すいません。はい。ということでね、皆さんの怒りもぜひお待ちしております。はい。それではね、6月。1、2、3、4週目か。実は、よしよしよし。5週目もあるんでね。4週目、行こうか。いやー、もう6ヶ月終わるんだなーっていう感じがするけど頑張るぞ。よし、ここ。ホデゴリのラジオ、自己満足。よし、ココくん。はい。久しぶりにクイズ企画でもやろうか。来たね。ついにね。行くよ。タイトルコール。一緒にやれってこと？いや、僕が言います。あー、よかったよかった。どうぞ。はい。時間感覚整えクイズ。イエーイ。はい。ネタ帳の消費です。はい。説明お願いします。皆さんはですね、何か出来事を正確な年で答えられるかいっていう。あの曲って言っても意外と古かったり。はい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 。もうなんか去年だと思ってたらさ、5年前だったぐらいの時あるじゃん、なんか思い出そうとしてるの。いや、もう時間感覚わかんなくなってきますからね。そうそうそう。めちゃめちゃになってる時間感覚、ちょっとここで整えとこうやということでですね。はいはいはい。我々の生まれた年から5年後以降の出来事を、こうお互い出し合って、はい、で片方の人がそれ何年って答えて、どっちがずるいか少ないかちょっと競ってみようではないかという。自信ないなぁ。どこかで聞いたことあるようなクイズをですね、今から、はい、二人で
やってこうではないかということでね、準備してお互い4つかな、はい、今用意したのが、うん、まあ足りなかったら適度に足してって、はい、って感じでやっていこうかなって思います。はい、じゃあまず回答者どっちから回答するか決めようか。負けた方が回答者ってことでじゃんけんするか。わかりました。負けた方ね、負けた方、負けた方、ね、はいはい。最初はグーじゃんけんチョキ。え、勝っちゃった。はい、いいでしょ、今日は負けるから。負ける日、すごいな。じゃあ僕が出題者かな。はい、お願いします。はい、もういくよ。第1問、はい、AKB48 10年桜リリース。10年桜ね。はい、10年桜、10年後に歌っていい。え、歌ったら分かるのこれ。ちょっとこれ前も言ったかもしれないけど、十年桜のいいところはさ、 PV なんだよね。いや、そうなの。 PV がさ、幽霊がさ、いる。だからいないのよ。そういうコンセプトで作ってないだろ俺。十年桜は、うん、で AKB が流行ったのが、うん、僕が、まあ、年齢言ってるんでも言いますけど、うん、まあ、小学生後半から中学生の頭なんですね。はい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 。で僕が AKB 関係で覚えてるのは、うん、2012年末が銀ガムチェックだったの。すごいね。銀ガムチェックで、2012年の頭か2011年末がフライングゲットなんですよ、うん、だからそれより前なんだけど、前すぎると多分会いたかったとかスカートひらりとかになるから、あーもう最初の方だよ本当に。2010年かな、10年桜とかけて10年っていうのを骨氷さんが出しそうではあるんだけど、うん、でもなこれ以上考えても出ないんだよな。多分10か9なんだよ。はいはいはい、はい、10かな、2010年じゃないですか。2010年ってことで小学生の思い出をよみがえらせて、はい、それでお願いします。10年桜リリースはですね、2009年3月4日でした。ちょっと1年もちょい前か。すごいね、でも1年であなたが多いので、僕多分去年って言ってるよ。それはやばすぎる。2021年にピチピチのピチピチの曲だと思ってたから。なるほどね、すごいよ、まあまあまあ、これみんな初回にしてはまあいいんじゃないですか。なんかそう、もっと大外ししてくれると思ってたのに。いや、さすがに AKB に対してはということでね、ヤシココくん今1スコア1ということで、ズレスコアがゴルフと一緒ですね。そう、少ない方が勝ち。はい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 、いいでしょう。じゃあ次僕が出しますね。お願いします。ヤシココ第1問、はい、流行語大賞にKY がノミネートされたのは何年。KY ってあれですよね、空気読めないの KY よね。そうです。え、でもこれさ、なんかね、あのまだズームインをやってたのよ絶対。ああ羽鳥さんがね、街中の JK に聞いてた気がする。何でも略すよね。あ、まあ確かに略語の時代ですよね。そうそう、何でもさ、 PK がパンツ空気もだったり。懐かしい。やってて言ってたよね、なんかね。うん、言ってた言ってた。でも僕が結構お姉さんだと思ってたの、まだ女子高生の皆様のことを。はい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 。でもズームイン見てたってことは小学校後半か中学校前半とかかな、うんうん、なのよ。ってことはもうみんな大体僕の年齢察してるから、もう結構あれだけ言いましょう。え、ちょっとそれはもうちょっとさ、28になった時28になった時に言うから。そう、オッケーオッケーオッケー。これ難しい。めちゃめちゃむずいね。ちょっと待ってね、考えるね。普通に逆算が必要だもん。これだからなんか13とかだと思うのよ僕が。あ、年齢がね。そうそう、13だとして、13だとしてって言ったらもう完全にピンポイントで年齢言うことになるけど。そうよ、これを無理を隠すの。13より下か上か。ズームインのその羽鳥さんのコーナーが見れてるってことは結構ズームインの中でもこう後半の方。羽鳥さんはでも中盤からやってるイメージあるけどな。中盤ってあれじゃなくて、あのあれね、時間帯の、あ、時間帯の話ね。そう、前半のその女子高生に聞くタイムってこう早い時間にやってないと思うんだよね。まあ確かに、あのちょっと、そうそう、固めのニュースやってるんですよ。前半そうそう、確かに確かに。あの吹奏楽部ガチってた頃ってもうガチ早朝に学校行ってたんで、あ、見れない。そんなの見てる暇ないと思うんだよね。はい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 、来てるね。だからちょっと待って、引き算ができないか。だからはい、いきます。はい、そういうことを踏まえて2007年じゃない。2007年でファイナルアンサーですか。ファイナルアンサーでお願いします。はい、空気が読めないの KY が流行語大賞にノミネートされたのは、はい、2007年です。うおっしゃ、すごくない。
ピンポイントだな、ちょっとやられたな。マジで、いいよね。今の推測だいぶ良くない？いやー、やられたというか、でもお見事だけど、年齢も確実にバレてるっていうのは。今もうこれ、まあ、にしても小なりとは言ってないけど、今。そう。いやー、そんぐらい。やられたな。まあ、でも、いや、そうそうそう。まあ、まだ1だから言っても、さあ、スコア。まあ、ズームインがちょっとすごいな。実在な信頼を置いてたな、骨氷さん。ちょっと本当に、あれは日テレか、はい、朝は日テレ派なんで、うちが。羽鳥さんに感謝ですね。うちズームイン終わってから、ZIP 見なくなったわ。目覚ましになぜかなった。空気変わったからかな、はい。すごいね、ズームインで、あの、西尾アナいるじゃん。あ、西尾アナね。はい。いたじゃん。あの、湯豆腐で喉やけどして全然声が出ないっていう。なんか、すごい覚えてるんですよ、それは。あー、なんか、覚えてはないわ、さすが。湯豆腐丸飲みして喉やけどして声出ない。すごいこと。結構、間抜けなことするなと思って、うん、幼いながらに思った記憶があります。じゃあ、僕の2問目かな、はい、僕から出すの。お願いします。はい。2問目、ででん。ポケットモンスターダイヤモンドパール発売日。いや、ポケットモンスターダイヤモンドパール発売日。発売日の年。あー、これはね、うん、あの、すいません。わかりますよ。え、もうピンポイント。ダイパーって僕めちゃくちゃ世代なんですよ。そうそう。あの、お互いね、あの、ちゃんと最後にやったことあるって言って、話したことがあるのか、これで。まあ、確かにそうね。で、これは、僕が、うん、小学1年生の時なんですね。あ、すごい。もうそこまで言ったら簡単だ。僕幼稚園の年長で初代 DS を買ってもらって、うん、その時にキャッチタッチヨッシーっていうゲームと、メイドインワリーを買ってもらったんですね。あ、はいはいはい。で、その後にポケモントローゼを挟んで、ダイヤモンドパールと、あ、逆かな？まあでも、3作目か4作目なので DS の、うん。っていうのまで覚えてるので、これは2006年です。すげー。正解です。もう言うことないです。そこまで言われちゃったらもう確かに小1って言ったら6歳だもんね。やっぱ一番最初に自分が明確に所有した一番最初に触ったのはゲームキューブで、うん、嘘 PS2 で、うん、PS2 とゲームキューブが家にあったんで触ってたんですけど、うん、自分の所有物になったのが DS だったので。なるほどね。すごいここら辺は印象的です。いやーイージーすぎたな、ちょっと。いやあのね、僕なんかそうあまりに難しすぎても面白くないかなと思って。いや、まあ確かにね。簡単なの言うしてた、ごめんなさい。ピン当てました。ありがとうございます。じゃあ次、はい、次はですね、ちょっとこれ分かんなかったら申し訳ないんですけど、はい、まあ、ちょっとインターネットに生きてきたってことで、はい、ちょっとオタク的な分野から出そうかなと思いまして、うん、お願いします。アニメとある科学のレールガン第1期放送は何年。これね、はい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 、やっぱりみんな知ってますから、骨氷さん世代は通ってるはずなので、見てなくてもインターネットビームとしてね。そうなんだよね。そう、まあ、元はといえばこれってあの、うん、うわ、今とあるマジのインデックスの派生作品で、多分漫画からなのかな、漫画からアニメっていう形だと思うんですけど、あれだよね、確か電撃大王とかですよね。あれね、あ、ちょっと調べます。調べますになっちゃった。電撃大王とかで漫画はそうですね、てて電撃大王、はい、からなんだよな。これラノベかと思いきや違うんですよ。そう、ということですよ、派生作品。うん、でもみんなこの話してたのってやっぱ中学校、うん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 、あの吹奏楽部ですごいオタクくんがいたんですよ。もう、あ、そう、中二病、もう本当にチン。いいねいいね。もう殴りがちじゃん中学生って。いや、どういうこと。なんか、え、なんか殴りがちじゃん、みんなさ。何、なんか攻撃手段として股間を狙ってくるみたいなあるじゃん。狙ってくるね。そんな本気じゃいかないけどみたいな。ういみたいな。友達に対、自分のかと思って。違う。怖っと思って。おいおいおい、やめろよみたいなんでさ。その時にもなんかもう中二病のセリフを吐いてた子がいて、100点満点のオタクくんがいたんですよ。あ、自分もちょっとそういう節あるからあんまり言えないけど。そいつがね、レールガンの話をめちゃめちゃしてて、いや、知らねえ、僕アニメ見ないしって言ってた記憶があるんですよ。うんうん、ってことはそういう全盛期、やっぱ一期が結局一あるけどピークじゃないけど一番見てる人多いじゃんこういうのって。まあでも この作品の性質上さ、うん、そのインデックスの外伝だからインデックスの人気がそのまま来る。なんならその人気のキャラのスピンオフ、人気キャラを主人公に据えてるので、多分ちょっと僕もちゃんと見てたわけではないのであれなんですけど、インデックスはライトノベルだもんね。そうです、インデックス、そいつはインデックスはあの学校に持ってきてたのよ。ラノベをね。さ、ラノベを。はいはいはい。あるある。それとは別にしてたのよ、ちゃんと話を。なるほどね。だけど、
この記憶が間違ってる可能性すらあるんだよな。その話もインデックスだった可能性もあるんだよな。あ、インデックスとレールガンが混ざってる可能性がある。そうそうそう。僕は正直ね、インデックスちゃんと知らないですよ、そんな。パチン、パチスロでしか。悲しい。ちょっと待ってね。真面目に悩ましいな、これは。いや、でもね、仮に、でも高校はちょっと遅すぎる、さすがに。僕、高校時代にやってたアニメほとんど知らないんですよ。ああ、そうなんだ。逆にその、僕、高校マジで友達いないから、もう、こう、オタクくんとも関わる機会ないし、高校はツイッターやってたけど、音ゲーのこと知らないのよ、知識。そこから入ってきそうなもんだけどね。意外とアニメ好きっていないんですよ、へぇ、だし、みんな多分アカウント分けてんだろうね。音ゲーは音ゲーみたいな。偉い。そうそう。いや、だから中学生だとしたら3年間なんだな。まあ、年齢で言うと4年あるよね。ってことは何年？いやー、でもやっぱ、真ん中来てるかな。ど真ん中ってことは？ってことはって聞くともうバレるね。真ん中ってことはよ。ちょっと待って、まだ引き算ができないの毎回。そこで時間食うな。そうそうそう。あら、いきます。はい。2000じゃないよ。2009年ファイナルアンサーですか。はい、ファイナルアンサーです。アニメとある科学のレールガン第1期が放送されたのは、はい、2009年。おい、来たこれ。よし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 、ありがとう、つつみくん。つつみくんに感謝ですね。2009年の秋アニメ、2009年の秋冬クールですかね、やってが第1期。第2期が2013年。インデックスってアニメやってるよね。インデックスもアニメやってると思います。インデックスのアニメいつなんだ、逆に。問題ないよね、この間。この後。ないです。はい、ない。じゃあ、インデックスは、ラノベが4年、2004年からで、うん、アニメないかも。アニメやってないんだ。やってない。やってないかも。やってないのか。アニメやってるね。やってる ?2008 年。あ、はいはいはい。あ、だからちゃんと順番通りにやってんだ。だから、あいつどっちの話もしてた可能性あるな。たまたまかも。くん、うん。全部ピーでやるの。引っ掛けない、いいか。もう。あの音信不通だからね、あの僕の声聞いて、そう、ちょっと連絡してください。心当たり、そう、なんか同級生から目撃情報あるんで、ね、僕の LINE 知ってると思うんでね、ちょっと連絡ください。はい、感謝してます。今お願いします。はい、頼みます。やべえ、でもまだ1とはいえ0だな。よし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 、やばいな。まあ言っても僕もね、優しいんで。まだ、はい、第3問いきますよ。はい、第3問、プリントシール機ギザ3稼働開始。何年でしょう。え、あれ、それって何、私何で話した。あのさ、君が毎日ツイートしなきゃいけないときに予約ツイートで、予約ツイートかな、あ、ギザ3が好きな話。そう、あ、そうだよね。 GYZA3 って書いてギザ3というね、プリクラ機があるんですけども、はい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 、そちらが大好きということで、これ何年稼働開始、これギザ3ね、発売日かな、一応。プリクラって稼働長いからね、ちょっと難しいかもとは思う。いや、稼働長くはないよ。長くないんだ。そんな1年半くらいじゃない。へぇ。長くても。そんな長いかな。うん、まあ、基本的に、これ、あれ、どこで話したか、どっかでラジオで話した気がするんですけど、うん、一応プリクラっていうのは同じ、例えば今回のギザってシリーズだったら、3までしか出ないんですね。うん、いや、最近もなんかのプリクラ機がさ、3ってついてて、うん、最後のアップデートみたいなの書いてて、あ、もう決まってんだ、本当にって思って。そう。もう3までで、3以降は同じようなシステムでも、絶対名前を変えなきゃいけない、うん、なんでっていうのがあるんですけど、死ぬからか。4って数字避けたいのかな。そういうこと。怖くない、4って書かれたブースにさ。多分あれだと思いますよ、あの そのシリーズを愛してもらうのに3がちょうどいいというか、だから例えばギザ世代とか。なるほどね、分かりやすいじゃないですか、ジェネレーションが分かれちゃうとかね。そう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 、はい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 、でこのギザ3は僕が結構プリクラで撮ってたから印象深いんですね。うんうん、何が今、ちなみに何が、いや別に何かが機能がいいとかじゃない、ただこれに青春が詰まってるからとか。そう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 、はいはいはい、プリクラをなんかめちゃくちゃ撮ってた時の印象なのがギザ3だと言って、でこれはすなわち中学生なんですよ、うんうん、中学生ってことは僕は2012、2345くらい。はいはいはい、4年やるもんね、中学生の年齢の幅は。でもちょっと最初の方じゃない、多分後半ってことは2014か15、14か15かな、2013ではないと思うな。そうそうなんですよ。なるほど。2014かな、14な気がするんだよな。僕何も言えないからこれ。
違いますよとか言ったらもう。それも言えないし、そうですねとか言っても。詳しいわけでもないですもんね。そうそうそう。名前しか知らない。プリクラ家の名前全然知らんよ、プリント。まして。プリントクラブしか知らない。うちさ、高校だったのかな ?2015 だと高校と中学の時なんですね。ああね。またがる時ね、ちょうど。そう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 。これかな、なんかイベント、高校行事の後に撮った時にこれを使ったのか使ってないかで結構変わるんだよ。打ち上げ的なのでね。そう、例えばだから中学の時の萌えがギザ2の可能性があるわけ。あ、ギザでね。はい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 。だから、結構比較的後ろめに見積もっても問題ない気がするんだよな。その、僕の中にあるギザの思い出が3だけじゃない可能性があるんで。なるほどね。だから、まあ、2014と15で悩んでんだったら、その理屈で言うと2015にしといた方が、なんか、納得なんだよな。ああ、はいはいはい。2014で外す方がダサい。勝負してね。勝負して、外した方がまだね。だから2015、5、5、5だと思う。ファイナルアンサー大丈夫、はい、2015で。2015ね。はい。はい。フリューから出た、ギザ3。発売日は、2015年正解ですね。よかった。じゃあ4月。この中学時代のこの思い出は、ギザ2とかかもしれないですね。2だね。4月だからもう本当に、ここ入ってからだね。そうですね。確かに。あ、そうなんだ。ドンピシャだよ、ちょっと。今、名勝負ですよ、皆さん。いや、なんか、ちゃんと我々はちゃんと合ってるらしい。ずれてないよ。ちゃんと、ま、あのさ、いつもの感覚って多分適当に言ってるからだね。いや、そうだね。ちゃんと考えればちゃんと、めちゃめちゃ考えればいけるかもね。そうよ。じゃあお願いします。3問目。はい。3問目ね。はい、はい、で。さっき僕からアニメに関して出したので、うん、今度はね、ドラマにしようかなと思ってまして。ドラマ？はい。あー、まあ見てるのはありますよ、結構。まあ、人気な作品として、今も愛されてるシリーズから出そうかなと思うよ。シリーズって違うの？まあ、作品。うん。あの東京ラブストーリーとかわかんないよ。問題です。はい。日本テレビで放映された、はいはい、女王の教室は何年でしょう。うわあ、うわあ、ちょっと見てた。怖くてもう。そうなんですよ。これ子供が見るには怖えの怖えの。怖くて。で、なんで怖かったかっていうと、絶対小学生だったのよ。おー、なるほどなるほど。だって同じ子たちじゃん、言っちゃえばもう。あ、すいません、小学校での話ですね。そうそうそう、怖くてちゃんと見れてないのよ。あ、でもそれヒントじゃないですか。そうなの。だからもう、でも言ってもね、まだ選択肢7択になっただけだから。そうそう、確かに。難しい。ちょっと待って、今周辺イベント思い出してるから。いやー、これはね、女王の教室はね、6年生なんだよね、確か。あの、見てる教室が。それは覚えてる。天海祐希がね、かっこいいですよ。かっこいいけどさ、怖いのよ、もう。確かに。待ってね。待ってよ。から、ドラマをちゃんと見てたのって、あんまね、小学校後半見てないんですよ、ドラマ。後半っていうか、5、6年生は確か。だから、11歳、12歳、10歳とか。うんうん、の中でも、こうギリギリなんとか、そう、みんな見たか見なくなったかギリギリとかだと思うんだよね。はいはい。これ難しいな、マジで。中学生ってやつは絶対ないけど、こう怖い、同年代だから怖いって思える感情があるってことは、多分ね、小学校後半456くらいだし、そういう話を友達と共有できる。ああ、なんかその漠然とした怖さじゃなくて、こうなんか普通にそういう先生いたら嫌だよねみたいな、ちゃんとした話の怖さっていうのを共有できたから、456年生だとは思う。456ですね。そうそう、123ってもこう適当じゃんかな。そうや、まあ、確かにその雰囲気で怖いみたいな。そう、おもろい、おもろくないとかさ、はいはいはい、言ってもちゃんとね、最終話までチラチラ見てた気がするから、うんうん、456って12、11、19か。さすがに2桁ねんじゃない、となると。待って、だから引き算ができない。ずっとやってんな。だからさ、引き算ができないの、ちょっと待って。普通に手のひらに筆算書いてるから。あー、だからね。2456とか？あー、言ったな。つい、口に出した。456567。456567。ってことは？ってことはよ。2006？ 6 かな？ 6 かな？ 6 っていうと、今から16年前？ 16 年前か。6でよろしいですか？ 16 年前って言った今。16年前。
2006年、はい、かしこまりました。日本テレビで放送された女王の教室は、はい、2005年です。1年違う。ちょっとこんなキンキンな勝負ある？もっと前か。いやー、普通に悔しい。いけたなー。むずドラマって1対1 PK 戦ちゃんやってる。ちょっとこんな勝負かよ。いや、まあちょっともう一個準備してるの簡単なんだよな。じゃあ僕からね、ヤシココ君に出す最後の、頼む、簡単でやってくれ。いきますよ。はい、問題。越谷レイクタウン街開き何年？あ、え、ちょっと待って。え、ちょっとやばいかも。地元クイズです。もう地元っていうほど地元でないの。県内のニュースはローカルで出てくるだろ。いや、でもうちテレタマ見てないんだよな。知らねえ。まあまあレイクタウンね、知ってますもん、ね、みんな。その埼玉って関東圏じゃない人も多いだろうし。越谷市にある越谷レイクタウン。ちょっとこれ日本で一番ね、でかいイオンが、なるほど、あったりするんですけども、これでも、ヒントになるものが僕の中にはなくて、強いて言うんだったら、多少なりとも自我が確立された段階からあったっていうことしかなくて。はいはい。え、一個ヒントいいじゃん。え、はい。イオンレイクタウン、レイクタウン、イオン、イオンレイクタウン、イオンレイクタウン、イオンレイクタウン、開業同じ年です。へえ、全然ヒントにならんかも。ならんか。一応ね。だから最低でも僕が結構記憶、なんだ、子供の時の記憶が結構明確にあるのが小学校4年生からなんですね。でその段階でもうあったと思うので、バイオ駅から出てきたタイミングでザバーあ、あるレイクタウンってなってるわけだから、バイオ駅中にできてる、でかつ5歳以上の時だから、もうこの中に一応5年間に絞られてる。はいはい。で僕は2000年生まれなんて数えやすくて5、6、7、8、9、10。広い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 。ね、5からだね一応。ってこと考えて、いやでも、いや、ちょっとな、なんか いつかのレイクタウンで、多分何年っていうの見たと思うんで。はいはいはい、もう記憶ね、完全に。そう、でもそれはもうそこの数字覚えてなったらただの意味ないんだよな。いつだって何周年かなんだから。クイズ王、ただの。まあでもレイクタウン、レイクタウンか。いやでもうちの家の話なんですけど、うちの家庭って食いつかないんですよ、その新しいものに。はいはいはい。あの混雑を嫌がるので。なるほどね。ちょっと落ち着いてから行こうみたいなタイプ、で越谷レイク、待って、越谷、あ、ちょっと待って、めちゃくちゃ今調べたい。あの粘土じゃなくて、おいおい、じゃ越谷レイクタウンのフードコートの構成知りて。フードコート？結構あのもうそういうのってフードコートのもので覚えてる節あるので、ちょっとそれヒントで欲しいかも。どこのフードコート？風？森？ああ、待って、あ、それだけでいいかも。え？ってことはだよ。風、森とアウトレットだけでいいってこと？うん、風と森があるってことは多分ね、僕の印象にあるのは森の方なんですよね。あ、森の方は森のグルメガイド？森のグルメガイドおもろ。多分つけ麺があってマックがあってっていうところだと思うんですね。でこのが合ってるとしたら小4の頃には多分、まあ、確実に行ってるので、ってことはこの時点で一段落してるってことはこの1年前から2年前、逆に言って、いや難しいな、2008年7年、ここら辺だと思うんだよな。なんかそう、あの埼玉はあとは埼玉新都心とか、埼玉市っていう、そのなんか埼玉が一気にガガガって動いたのが多分ここら辺だと思うんですよ。はいはい。ここと一緒にできてておかしくないというか、その埼玉の大改革的なところで、はい、開発的ね。そうそうそう。っていうので言うと2006、7、8くらい。今どれにしようかなやってるもん。6、7、8くらい。2678年ということで。レッツゴーですよ。いや2006ではないと思うな。7か8だと思うな。これはもう勘です。勘で言ってるけど、2006年にレイクタウンはできてなさそう。逆に考えればいいんだ。逆に考えよう。2008年にできてたとしたら、みんな長いよ。知ってる？14年。で、2007年に出たら今年15周年か。聞かないな、15周年って。聞いてそうな気がするもんな。うーん。うん？うん。
なんか15周年らしいって家族から言われそうなんだよな。そこはあ古くなると興味出てくるんだ。もうそんな経ったんだみたいな話になりがちだから、うん、いやでもなそんな曖昧なこと信じていいのか。でももう3もうないのよ。記憶が家族だけなんだね、うん、頼りがもう、うん、悲しいね。もう自分の記憶じゃなくなってるでも。いやでもそうじゃなくて手繰り寄せられんってことで、ってことは2007年だと15周年だと聞いてそうだから2008年になればいいのか。ただ14周年で来年15周年だねって話が家族から出る可能性がある。そんな話は出てないってこと。逆に出てない、聞いてない。から、ね、2008年だったら出てないことの辻褄がってこと。家族への信頼すごい。いや分かんない、もう分かんないからもうこれに頼るしかないので。分かりました。2008年ですらしいです。はい、らしいです。記憶の中でそうやって家族が言ってるので、はい、じゃあ越谷レイクタウンもしくはイオン、はい、レイクタウン開業2008年でございます。ありがとう。いや心の中のイマジナリー家族だ。僕思うけどね、はい、何周年って結構前から言うよ。え本当？うん、だって僕の最寄りの施設もうずっとマジで10周年って言ってる。あーじゃあなんなん越谷のレクタウンなんか行ってないんだよな。2,3 年行ってないから。僕ねあの今週末行こうかなって思ってるから。ああ行ってきなよ。うん、ちょっと行ってくるわ。行ってなんかやってるか見てくるわ。はいはい。ということで、いや四国くん4問でスコア1。ズレスコア1。いいですね。ここで僕が決めれるかどうか。いやでもこれ決めれると思いますよ。もうすぐ？いや分かんない。僕はでもすぐ決めれるくらい信用してるあなたのことを。お願いします。じゃあ、最後の問題です。はい。ゼロの海行きがリリースされたのは何年。これね。は？だってねえ？あんなに海行きの歌ってるのにさ。海行きはね、いやでも絶対これ小学生なんですよ。え？はいはいはい、違うよ。分かんない分かんないよ。ん？絶対小学生じゃないよ。絶対小学生じゃないのね。絶対小学生だよ。だしあのね、吹奏楽部でやる候補はね絶対上がってんのよ。ああってことはその頃に出たってこと。もう絶対もうここでもう4年間に絞れてますわ。おお早いじゃん。やっぱり来てる来てるよ。来てる来てる。先輩はいた。絞り方いいね。1,2 年だし、ちょっと待って、太ももかゆう。13,14,15か。先輩いたか。いたかいたか。ちょっと待って、なんかいろんな矢島病室とかも被るんだよなマジで記憶。ここら辺確かにここら辺はいい曲が。そうそう、目白押しやだから。あ、いやいたな先輩だから。でも矢島と同じぐらいじゃね、逆にもうごっちゃになってるとこだ。なるほど。いやちょっとマジでむずいな。え、矢島とあれよ、あの羞恥心とか。あ、ヘキサゴン。そうそうそう、時代羞恥心、矢島となんかもう一個海行きもやるかみたいな話でやってないのよ。あ、やってないんだ。そうそうそう、だから中1とか入りたてとかそれぐらいだから。まだあれよ、コンクールの曲とか演奏させてもらえないと。ああ、いいね。そうそうそう、お遊びって言うと失礼だけど、ポップスだけよ練習。ポップスだけの。そうだから、おいけるわ、いけるいける。お、来たか。絶対ここら辺同じ年だ。来い。なんならもういくわ。日本の味方ネバダから来ましたと羞恥心も全部2008年。聞いてないことも答えられちゃった。2008年でございます。もうこれは2008年でよろしいですか。はい。ゼロの海行きは2月20日に発売されております。ちょっとびっくりした。はい。2月20日、うん、8年です。よし、来た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 。ほら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 。お見事。スペシャルエディションは12月3日です。知らねえ。え、本当にそうなの。周知心も調べようか。日本の味方調べるじゃん。あ、2008年ですね。2008年だ、周知心も。よし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 。やっぱり中学生時代ってやっぱりみんな油乗ってるんですね、記憶。ポップスって楽しいから。いや、もう本当にポップス楽しかったな。ということでですね、総合リザルト。1対1。引き分けでございます。私たちすごいわ。ちゃんとしてるわ。意外とね。うん、ちゃんと意外としてるので。みんなはいけたかな。結構みんなも一緒にクイズできたと思うので。うん、待ってね。聞いてる年代同じだと思ってるから、勝手に。おじさんたちだけだったらどうしよう。ごめんなさい。ごめんなさい。本当に。ごめんなさい。はい。逆にめちゃめちゃ若い人もごめんなさい。ごめんなさい。異邦人とか聞けばよかった。
今今月の目標で怒りをやってると思うんですよ。はい。まあ、これも大事だと思うんですけど、もちろん。やっぱなんかこれだけだと、うん、こう負の感情に飲み込まれるんじゃないかなと思いまして。喜怒哀楽の動だけだからね。そう。なのでやっぱりなんか新しい別のコーナーで幸こう、そう幸せと書いて。あ、幸を作るのはどうかなっていうのをここで提案させていただきたい。いいじゃん。いいこと、最近あった嬉しいことみたいなの、なんか楽しかった嬉しかった、もう全部含めて幸。なるほど、嬉しい楽しい大好き。そう、で僕がもう例を挙げるとするならば、うん、ベビーカーのベビーがめちゃくちゃこっちにニコニコスマイル。あ、いい、よろしおす。その日に2回別のベビーでなんか顔になんかついてたんじゃないの、ソフトクリームが。あ、それは見るわな。ソフトクリームつけて通勤しないでほしい。通勤中だから。そうね、あ、まあってなるから。そういうことね。ちょっと今すぐ出てこんわ。でこれをさ、うん、そのタイトルコール前にサチと怒りをやることで交互浴みたいなことしよう。ああいいね。そうそうそう、やっぱなんならサチで終わりたいね。サチで終わってそうも入りたいね。そう、それ多分一番最高だから。じゃあちょっと来週までに一個用意。今思いつかないからマジで。ちょっと来週までに一個。幸せはやっぱりこうね、なかなか忘れがち。マイナスの方が覚えてるので記憶的にも。そうね。ちゃんと拾い上げて皆さんで発表していきましょう。そういうラジオにしていきましょう。お便りも募集するということで。サチも募集です。幸せエピソードよろしくお願いします。短めでお願いします。確かに。はい。それではまた来週、6月最終週でお会いしましょう。じゃあねー！バイ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